皆さんこんにちは、今回もダンスビューの DVD、レッスンもの田中秀和がまたお送りします。今回で7回目なのか8回目なのかよく分かりませんけども、毎回やっております。今日も、田中秀和と一緒に、ダンスの奥義に向かってまた頑張ってまいりましょう。ということで今日は、アシスタントにこのカップに協力をお願いしております、松崎優太郎、そして、佐竹薫カップルです。松崎優太郎です。とても緊張しています。よろしくお願いします。佐竹薫です。よろしくお願いいたします。今日はね、レッスンのような形も含めながら、話を進めていこうと思います。私からの一方的な話だけじゃなく、このカップルのダンスを見ながら、皆さん勉強してもらえればいいと思います。よろしくお願いします。さあ、それでは、早速内容に入っていこうと思います。今回のこの DVD ではテーマ、これはこの DVD であなたのダンスは一変する、スタイル、そしてパワー、スピード、そういったものも含めてスタイルがさらに飛躍的に良くなる秘密を公開しようと思います。こう期待します。ということで、まず最初に、お話をしなきゃいけないのは、まずカップルのスタイルの話です。カップルのスタイルは、これは昔から同じ普遍的なもの。カップルのこのスタイルを例えば図形で表すとなれば、それは逆円錐形という言い方になります。足元は2人が、ね、こう立つ位置関係というのは足元が近いですよね。でも右さ、半分ずれの状態で男性は左側で、男性が見て女性は右側にいます、ね、で奥行きもあるわけですから、逆円錐形という形はこれは想像に難くない。この逆円錐形のシェイプを作るときに、勘違いをしてはいけないことがあります。これは傾くとかそっくり返るとか、そういう方法で逆円錐形を取るのではない。よくカウンターバランスという言い方をする、お互いが引き合う力でバランスを取る、そういう解釈をしてスタイルを作っているカップルはよく見かけますけども、そうではなく、男性の右足が軸足で、その右足のフットプレッシャーによる変化が男性の左へのこういうシェイプを作っていく、奥行きのあるシェイプを作っていくんですね。でそのシェイプが、エネルギーが、女性にも作用反作用としてリアクションが起きた時に、女性のシェイプが男性のこっち側へ の, この奥行きのあるシェイプになるという、そういうスタイルになります。このカップルにそのホールドをちょっと、取ってもらいましょう。はい、一度ホールドをしてみてください。いつも通り、はい、プロの A 級ですから、もうかっこいい決まってるんですけどね、はい、ちょっと背中向こうに向けてね、あ、そう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 、そうだね、はい、もうちょっと回ってみて、そうそう、はい、どんどん回ってみて、そうそう。男性は女性に対して、男性に対して女性が当然右側にいます。で、男性の背中にしよう。そうすると、男性の右のヒップから自分の頭のてっぺんまでの少し左にカーブしたラインが見えると思います。で、女性は男性のこの肩越しにちゃんとこの美しいお顔が見えてる。こういうシェイプになるんですね。さあ、はい、さあ男性のその今のシェイプ非常に綺麗なんですけども、ちょっと秘密を少し、バラしましょうか。あのね、まずね、軸足。